気もバッチリだね。これで元気いっぱい張り切って踊れるわね。それじゃあいよいよみんなお待ちかねのジャンボリミッキーダンスを練習していこう。座ったままで踊れるよ。隣の人にぶつからないように気をつけてね。もうジャンボリミッキーダンスを知ってるよって人もいるかもしれないけど、今日はせっかくだからもっと上手く踊れるようにさらに詳しく解説していくよ。ぜひ一緒にやってみてね。まずは片手を上げて、その手の方に少し体を傾けてみよう。こんな感じ。それを右からやってみるよ。3、はい、右、左、右、左、右、左。6回やったら右手を出してリズムを取ろう。ズンズン。はい、ここでワンポイント。はい、ズンズンの時は足もつけるのが正解だよ。わなわな、みんな正しくできているかな。それともう一つ、この時の手は肘を下げすぎないのがポイント。ズンズン、こんな感じ。できる人はぜひ挑戦してみてね。次は右手を上げて元気よく足踏み。1、2、3、4、5、6。かっこよくポーズを決めて。入れるよ。1、2、3、4、5、6。ここでもワンポイント。この時の手は肘をしっかり上げるのがポイント。いくよ。1、2、3、4、5、6。ミッキー、こんな感じ。その通り。今度は前後ろ、前後ろ、後ろに引いた時に笑ったりびっくりした顔してみたり、いろんな顔をして遊んでみてね。お兄さん、はい、みんなにお手本をどうぞ。大人の皆さん、志高く諦めないで。最後は赤の前で両手をトントンズンズン、トントンズンズン。これはだんだん大きくなるように踊ってみてね。みんなとってもいい感じ。ここまで練習すればもう完璧だね。本番では今練習したダンスがランダムに出てくるから、どのダンスが出てくるか楽しみながら、からどのダンスが出てくるか楽しみながら踊ってみてね。さあいよいよ本番だよ。